船橋市内には未来を担う子どもたちを支援する団体がいくつもあり、さまざまな活動を行っています。今週初めは今月13日に開催された少年少女交換大会の様子をお伝えします。これから第51回船橋市少年少女交換大会開会式を始めます。交通少年団に所属する松丸奈々子さんの開式の言葉で幕を開けたのは、今回で51回目を迎えた少年少女交換大会です。昭和43年から始まったこの催しは、市内の子どもたちに思う存分体を動かしてもらい、遊びや体験などを通して友情を育んでもらうことを目的に、毎年5月の第2日曜日に行われています。今日参加している友達と、今まで知らなかった友達と一人でも多く友達になって楽しく過ごす中で、これからもっともっと元気な船橋を作ってほしいと思います。私たち参加者は今日一日元気よく楽しく遊び、友達や家族と楽しい思い出を作ります。塚田小学校吹奏楽部の軽快な演奏を合図に、各会場でさまざまなイベントが始まりました。今年のテーマは集まれみんなのフェスティバル、広がるつながるみんなの笑顔。地域や学区を超えた交流により親睦を深めてほしいという思いが込められています。各団体によってやってる内容が違いますから、まあ、そういう交流をするっていうか、みんなと仲良くね、いろんな団体のこともお互いのことを知り合おうよっていうことが始まったのがスタートですね。陸上競技場には空気で膨らませたゴムの部屋の中でトランポリンのように遊べるアトラクションふわふわ、フライングディスクをカゴに投げ入れるゲーム、バットで叩くだるま落としなど、体を動かしながら楽しめるコーナーが用意されました。そしてお楽しみは、綿あめや焼きそばなどが味わえる参加団体が出店する模擬店。あちらこちらで美味しそうに頬張る姿が見られました。ゲームも楽しかったから、よかったです。家の近くでこんなお祭りやってて楽しいです。いつも一緒に活動してない子とかも交流できるので、とても仲良くできます。野球場では学童野球チームの子どもたちが3つの種目に挑戦していました。スピードガンを使った投球速度の測定、遠投、そして30メートル走のタイムトライアル。練習の成果が試せる上に今の実力が知れるとあって、参加した子どもたちは真剣な眼差しで記録に挑んでいました。30メートル走のタイムが良かったなと思いました。 6.14。 特にスピードガンが一番楽しかったです。78キロですでした。また初心者向けに学童野球チームのコーチからバットの持ち方や構えなどを教わるバッティング体験もあり、ボールを打つ楽しさを実感していました。フクロウや犬、ラマなどさまざまな動物がいたのは動物ふれあいコーナーです。ポニーの乗馬体験は子どもたちに大人気でした。室内でもさまざまな催しが行われていました。体育館では子どもから大人まで楽しめるバウンドテニスが行われ、親子や友達同士で楽しくボールを打ち合っていました。
これは市内の児童ホームが協力して作り上げたお化け屋敷。中は迷路になっており、装飾はもちろん仕掛けや小道具のすべてが手作りです。お化けも児童ホームの職員が担当し、壁や仕掛けに隠れるなど来場者の視覚を狙って驚かせていました。館内中央ではフェンシング体験教室が行われました。デモンストレーションは実際の試合形式で行われ、ルールや得点方法などを中心に船橋市フェンシング協会の皆さんが分かりやすく解説してくれました。相手のことを突きました。先に攻撃を仕掛けたのがこちら側の選手なので、両方ランプがついた時には先に攻撃を仕掛けたこちらの選手の得点になります。基本である構え、前進、後退、突きの動作を参加者は体験しました。相手が攻撃してきたら払って、そうだ楽しかったです。でも顔が熱かった。フェンシング大きくなったらやりたいです。もちろんフェンシング初めての子はほとんどだったんですけれども、とても上手なお子さんもいらっしゃったんで、こういう体験としてフェンシング始めていただけると、千葉県のフェンシングも強くなって日本のフェンシングも強くなるんで、ぜひこれを機会にやっていただきたいなと思います。例年は延べ1万2000人を超える来場者でにぎわう少年少女交換大会。今年は強風と大会途中からの雨の影響もあり、延べおよそ9000人の来場となりましたが、スポーツやゲームなどを通して地域との関わりや家族の絆が深まりました。さまざまな体験は子どもたちの豊かな感性を培うきっかけにもなったのではないでしょうか。続いては全国各地から食材が集まる船橋市地方卸売市場で定期的に実施しているワクワク市場探検隊の様子をお届けします。JR 船橋駅北口から徒歩およそ15分の場所にある船橋市地方卸売市場、通称船橋市場。市内で採れた農産物や水産物はもちろん、全国から新鮮で美味しい野菜や魚介類が集まることから、船橋の食の台所とも呼ばれ、食材の流通拠点としての役割を果たしています。周りに注意しながら歩いていただくようによろしくお願いします。それでは見学中を私が先導しますので、皆さんもついてきていただくようによろしくお願いいたします。今月19日、普段見る機会が少ない市場を見学体験できる市場見学ツアー、ワクワク市場探検隊が行われました。今回は船橋市場の市職員佐々木隆介さんが隊長として市場を案内しました。市場のイメージアップなどをちょっと目標にしております。市場というところがどういう施設なのかとかということをちょっと紹介いたしまして、市民の方々に市場をより身近に感じてもらうような企画となっております。まず最初に訪れたのは青果物卸売り場。市場の役割について説明しました。まず一つ目が品物を集めることですね。全国各地や世界各国からですね、さまざまなお野菜や果物が集まっていることが見てわかるかなと思います。競りというのを行いまして、値段をつけることが市場の役割の2つ目となっております。市場ではお店の売り場に並ぶ前の状態で品物が管理されています。箱に書かれた生産地や州、郵などの等級を表した文字を意識して歩くのも見学ツアーならではの楽しみ方です。こちらでちょっとクイズをしたいなというふうに思います。こちらどちらが美味しいという意味を表すかどうかというクイズなんですが、州という字がいいなと思う方どれぐらいしいますでしょうか。ありがとうございます。こちらの方が多数派ですね。じゃあ正解こちら右の方、州という字がより美味しいなという意味を表すようなこととなっております。
続いて向かったのは水産物卸売り場。こちらでは魚がどのような状態で市場に入ってくるのかを実物を見ながら紹介してくれました。クロダイもちょっと用意してみました。スーパーじゃクロダイって言ってないですよね。いろいろなお魚に出会えるのがこの市場のいいところです。さらに奥へと進みます。今立っているこちら何をする場所だか分かる人、競りを行う場所となっております。船橋市場では毎朝4時にこちらの競り場でマグロが競り落とされています。指で値段を示せば誰がいくらつけているのか、誰が一番高い値段で買ってくれるのか分かりやすいですね。この指で値段を示す方法を市場では指やりと呼んでおります。指を使って売り手に値段を伝える指やり。参加者は1から9までの指の動かし方を学んだ後、実際に使われている台に移動して競りを体験しました。メーターキャロットで競りを行っていきたいと思います。はい、1円から、1円から、1円から、900円、950円。参加者は競りの難しさを実感していました。こちらのお兄さんが競り落としていただきました。ありがとうございます。じゃあ前の方へお願いします。ここはマイナス50度に設定された冷蔵庫。市場に集まった魚介類や競り落とされたマグロなどの鮮度を落とさずに保管するための場所です。どうだった？むっちゃ寒い。バナナをマイナス50度で凍らせると鉄と同じくらいの硬さになります。凍ったバナナで釘を打てるんだっていうのを改めて体験して、はい、実感しました。最後に向かう場所が関連店舗棟という場所となっております。新鮮な食材を使った定食が味わえる食堂や調理器具や加工品を扱うお店などおよそ50店舗が並ぶ関連店舗棟は誰でも利用できます。いただきます。ツアーを締めくくるのは船橋の食材を使った試食会です。船橋漁港で水揚げされたホンビノス貝のお味噌汁とスズキの蒸し焼きが用意され、参加者は地元の美味しい食材を堪能しました。美味しい。社会科見学のような、はい、体験ができて楽しかったです。地元のがあったら食べたいなと思ってますけど、なかなかスーパーで見かけなかったので、ここに来ると結構あったので あるんだなと 思いましたね。そもそも市場っていうのは どういう施設なのと、なんとなくちょっと行ったことがなくて怖いようなイメージしかないなという方が多いと思いますので、ちょっと身近に感じていただいてお気軽に来ていただければとなと思います。説明を聞きながら市場内にあるさまざまな施設を見学するワクワク市場探検隊。普段なかなか出入りできない市場の役割について詳しく知ることができた催しとなりました。船橋市場ではプロが教える魚のさばき方教室を6月18日月曜日に開催しますので、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。またこの他にもさまざまな催しを随時企画していますので、広報船橋や市ホームページをご覧の上お気軽にお越しください。それでは今週はこの辺で失礼します。